こんにちは、茂木和也です。今回はお風呂を洗うときに使うバスブラシのお話をしたいと思います。我が家で1ヶ月もならないんですけれども、今お風呂洗いに使っているのがこちらの山崎産業のバスボン君っていう商品ですね。こういうタイプ初めて使ってるんですよ。このボンボンのタイプで、これを使う前までは普通の絵付きのバススポンジ使ってました。私の場合はこういった絵付きのタイプが好きなんですよ。お風呂洗う時に背が結構あるんで、普通のスポンジで洗いだとこうしゃがんでやらないといけないじゃないですか、お風呂場の中に入って。だから大変なんで、こういった絵付きだとですね、外からこうやって洗えるし、体勢をこう低くしなくても洗えるので楽なんで、まあ、それ使ってるわけなんですけれども、で何使ってたかというと、メラミンスポンジの絵付きブラシですよ。レックのやつ、激落ちくんのメラミンスポンジが付いてるやつで、それがいいんですよ。なぜいいかというと、軽度な水垢が取れるんですよね、メラミンスポンジなんで。まあこういったのもそうですし、普通のバススポンジも水垢までは取れないんですよ、摩擦具合が弱いので、でもメラミンスポンジだったらきっちりこう擦れるので軽度な水垢は落ちるし、さらにバスクリーナーと一緒に使うと皮脂汚れももちろん落ちるから、一石二鳥でっていうことで使ってたわけですよね。特に我が家の場合は銅石鹸がつきやすくて、銅石鹸に対して非常によく落ちてたので、そのメラミンスポンジのバスクリーナーを使ってました。下にリンク貼っておきますね。あと前回これバスボン君を紹介した時の動画のリンクも貼っておきます。はい。でちょうどそのメラミンスポンジのバスクリーナーがへたってきて、交換して使っていってもいいんですけれども、まあこの際ですね、何か別のを買って皆さんに有益な情報を、お伝えしたいなということでこちらを買ってみました。はい。そしたらすごくいいんですよ。このタイプ初めて使うんですけれども、すごくいいです。でこれを買う時からもう一つ同じようなものがあるなっていうのは知ってたんですよ。で買いました。それがこちらの商品です。お風呂浴室丸ごと、ちょっと待ってね、浴室丸ごとこれ1本バスクリーナー、レックの商品です。さっきのメラミンスポンジのレックのところの商品ですね。で早く買った方がちゃんとした比較できるじゃないですか。もちろん両方新品の方が間違いなくちゃんと比較できるんですけれども、もう散々使ってからだともう下手ってきて、もちろん新しい方がいいなっていう話になっちゃうのも嫌なので、もう今の段階で比較したいと思います。で、実際にお風呂場行って比較するんですが、その前にですね、気になった点、これずっと見てたんですよ。お昼にこう見てて、もう随分マニアックな感じですよ。見てて気になった点が3つ見つかりました。でまず1つはですね、その前にですね、こっちショートタイプなんですよ。ショートタイプでロングタイプもあるみたいなんですよね、買ってから気づいたんですけども。でロングタイプ買ってればよかったなって思ったんで、こっち買うときは最初からロングタイプ買いました。ロングタイプ買いました。こっちのレック熱も短いのと長いのがあるんですよ。で長い方を迷わず買いました。で縮めた時の長さの違いがこのぐらいで、長くするとその差はちょっと詰まりますね、このぐらい。このぐらいでもやっぱり長いに越したことないわけですよ。線が結構あるんで。で話戻って3つの気になるポイント、まず1つ目、この山崎産業バスボン君はここ見てもらえれば B
ビス止めされててヘッドの部分が外れないんですよ。うん、こっちここ押して外れるんですね。こうやって洗えるんですよ。うん、これ大きいですよね。洗い場周りなんかやっぱりこうやって洗った方が汚れにアプローチしやすいですし、力も入っていいじゃないですか。うん、あと調べてないんでよくわからないんですけれども、まあ替えがあるとしたらヘッドだけ交換できますよね。これは調べてないんでちょっとわからないです。で2つ目が、まあ3週3うん1ヶ月近くこれ使ったので、ちゃんとした比較にはならないかもしれないんですけれども、でもこうやってですね触るとこっちの方がボリューミーなんですよ。ボリューム感がありますね。こうやって見てもらいましょうか。映像で伝わりますか。うん、ちょっとこういう感じにいますか。ほら、もちろんこっち新品でこっち使ってるし若干濡れてるっていうのもありますよ。だから乾いてるともうちょっとこっちの方がボリューム感あるかもしれないですけれども、でも触った感覚とこの見た目からいってやっぱりボリューム感はこっちの方があるんじゃないかなっていうふうに思います。そして3つ目、ここのですね後ろの丸いところ、後ろの丸いところ、これがですねこっちの方がちっちゃいんですよ、レッグの方が。うん、これ気になりますね。これちっちゃい方がこの角とかのここにこう行きやすいじゃないですか。あ、絶対なコーナーの 中に入りやすいですよね。入りやすいっていうか、あ、ずっと入ってきますよね。うん、大きいよりは入っていきますよね。だから角にこうグリグリやるときにここの大きさが結構洗い上がりにですね違いが出たりするのかなっていうところがあって、うん、気になっています。普通の軽度な汚れであれば、まあ、これでも十分落とせてるし今もいいんですけれども、こうちょっと厄介な汚れ、赤カビとか、まあ、黒カビもそうですけれども、もうそういったのをこうグリグリやりたい時にやっぱりこっちの方がもう力入りやすいなっていうふうに思ったりするわけですよ。はい、ということでこれからお風呂に行って実際に試し洗いしてみたいと思います。これから試し洗いするんですけれども、嬉しい発見がありましたので、先にお伝えしたいと思います。おそらくこれ我が家だけの話かもしれないんですが、我が家では、この別売りのですね、シャワーヘッドをかけるパーツに、このバスボン君かけてるんですよ。ただ、縮めた状態でですね、ここに収まらなかったんですよね。で、長くして収めるという感じだったんですよ。うん。で、この下のですね、シャワーのところが近くて気になってたんで、短くしてこう収納できたらコンパクトでいいなって思ってたんですけれども、こっちはそもそも長いじゃないですか、こっちレッグのやつ。だから同じようなことだと嫌だなと思ってたんですけれども、また長くなって洗い場の方にこう伸びていくわけなんですけどもね。でもこれですね、こんな感じで、うん、畳んだ縮めた状態で収めることができますね、はい、これあんまり他の皆さんも関係ないかもしれないですけども、まあ、ちょっと嬉しかったんで先にお伝えしました。では試し洗い始めていきたいと思います。はい、ではまずバスクリーナー普通にこうスプレーして、まあ先に一番気になるところですけれども、ここのここですね、こういったところが、この丸いところが小さい方が、うん、こう力入って中まで行くじゃないですか。それをさっき説明してたんですけれども、うん、いいですね、いいです、いいです。こっち
バスボン君、こっちもこっちで悪くないんですが、こっちの方がやっぱり奥にしっかり届いてる感じはやっぱりしますよ。こういったところもやっぱりいいですね。ここのこうするっとこういう感じ。これも丸の大きさが少なからず影響してるかと思うんですけども、そんな大差ないですけどもね。でもやっぱりスムーズですよ。やっぱりこのボールが小さい分、こういったところもでそうですよね。ボールが小さい分しっかり洗えると、いいですよ。どうでしょうか、伝わりますか。こういったところですね。我が家ここに銅石鹸つくんで、もうこうやってこんな感じで洗う。あ、これもいいですね。やっぱり力しっかり入りますからね。このほっからり床なんですけど、我が家の場合はしっかり洗いたい時にはこうハンディタイプで使うのが結構良かったりしますよね。あ、全然違うところ発見しました。ここの、これ我が家とうとうのサザナです。ここ洗うときに、ここの隙間、こっちのレッグの方は明らかに届いてますね。こっちは、あの毛は届いてるんでしょうけれども、しっかり洗うことができないですね。あの、ここにはまらなくて。一通り洗ってみたので、今度は流して、まあ、最後に気になるポイントの一つですけれども、水切れをちょっと比較してみたいと思います。で、こっちがレッグですね。こんな感じで、このタイプのいいところはこうやって水を簡単に切れるところですよね。でこっちバスボン君、まあこの水切れ具合に関しては、まあ、同じ感じですね。そんな違いないような気がします。はい、一回使った状態のこのボリューム感もちょっとチェックしてみますね。こっちが山崎産業パソコン君。あの使う前に比べたほどのボリューム感やっぱりもちろんない、あの違いはですね感じられないんですけれども、やっぱりこっちの方があのボリューム感感じれますね。でも最初ほど感はないですね。こういう感じ。でまとめますとボリューム感についてはあの多少違いはありましたけれど、洗う感覚とすればそんなに違いはありませんでした。で、ここのヘッドの丸い部分の違いについては結構違いがあって、あのコーナーをしっかり洗うっていうことについてはやっぱりここの丸が小さい方がやっぱりいいなと。で、一番感じたのは我が家の
TOTO 製のサザナ、バスタブと床のここの溝ですね、バスタブと床のここの溝、これを洗うのにはこのレックの方の方が明らかに届きますね。まあバスボン君も届くんですけれども、しっかり洗うっていう部分については、あの力がしっかり伝わる分、ここのヘッドが小さい方がやっぱり良かったです。あともう一つの違いのところ、ここのヘッドを外して手で握って洗うことができるというところも非常にいい魅力的なところですね。うん、こっちができないですからね。うん、しっかり洗いたいっていう時あるじゃないですか。日々の掃除だったら、あの楽に洗いたいので柄付きで長くしてささっとバスタブに入らずに、あのしゃがまずに洗いたいっていう時には、まあそれはそれでいいんですけれども、私なんて2週間に1回ぐらいですかね、結構しっかりめに掃除したい時があるんですけれども、そういった時はこの柄付きじゃなくて、楽なモードじゃなくてしっかりモードとして、ここを外してハンディタイプで使うっていうやり方をしていけばいいなっていうふうに今思いました。はい、ということで、あのもしこれから買われるんだったら、このレックのタイプの方が個人的にはおすすめですということになりますね。特にあの繰り返しになってあれですけれども、TOTO サザナ使ってる方はここの隙間洗う時には非常に良かったですので、はい、ということで参考になれば幸いです。どうもありがとうございました。